よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回はリエニエ、レアルカリア学院やっていきます。俺ちょっとあれ武器変えました。あのツリーガード倒した時の黄金のハルバード、ああハルバード持てるようになったんで、こいつでちょっといきます。はい。で多分全然行ってないから分かんないですけど、これ普通に、あ、初初っすよ。全然分かんないっす、うん、ガチャと上か。で基本的にここ魔術系の土地なんで、はい、魔法ってくる敵とかが多いと思うんですよね。さっきの花みたいなやつもそうでしたけど、はい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 、魔術学院レアルカリアってことは近づければ多分弱いんだろうな。物理攻撃には弱いっすよね、きっと。多分そうっすね。あ、まあ探索は別にそんなに慎重にやんなくて、ガバ探索でとりあえず先へ進んでボスを倒すっていうのが目的ですね。あ、いる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 、いたいたいた、ちょっと待って。ああ、なるほど。一発一発は当たる、当たるんだけど。なにこのスーパーゼウスみたいな頭。あー、まあまあ食らうな。そうですね、やっぱりちょっと一発一発はそこまでだけど、あ、連続して食らっちゃうんで。てか正面なんかいるな。左右に敵はいないのかな。あー、降ってきた。てかこれは、あ、いや、てかあの魔術も強そう、こいつら。魔術も倒さないとちょっとやばいわ俺が。あー、強い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 。ほら、よし、ちょっといきます。ちょ、めっちゃ打ちされてる。だ、だ、だ、やばいっす。大丈夫？まだ大丈夫。こいつ、マジで暴れ回ってんじゃないですか。めちゃくちゃ減ってますけど。あ、また侵入された。お、これ、これ出た方が良くない？外行きます。なんか先でなんかどうなっていくか分かんないから、ちょっとどこに現れたんだろう。分かんないですね。後ろから来るとかあるのかな。なるべくあの NPC 敵モブがいないところで戦いたいっすね。そうですね、ここら辺は排除してるんで、もうちょっとここで待ち構えるか。はい、てかどっちからだ、マジで見とかんないな。ただ相手も相手で多分自分の戦いやすいところで待ってる可能性があるんで、ちょっとある程度我慢比べにはなっちゃうかも。あれ、山さんどこ行った？上見に行きました。はい、入り口の方はいなそうっすね。これ奥か。あ、こっちにも、あ、いたかも。なんか音がしたかも、今左で。マジか。あ、もう左にいるかも。ここはとりあえず排除してあるんで。ああ、これはなんだ、これは。いた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 。なに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 、分かんない。系だな。逃げてった。ちょっとタブレット飲まれる。いやー、ちょっと変な墓場のところに行かれちゃったな。あ、どこだ。辛いですね。どっち行ったんだろうな。わかんない。失っちゃいました。こっち側に。とりあえずこいつ倒すわ。うわ、勝てえ。こいつがもうすでに勝てえ。いや、どうだ。さすがに来ないか。2対1っていうのが分かっちゃったからね。
待ち構えてる作戦か。進みますか。あ、いたいたいた、左左って言っても、あー本当だ、いたいたいた。いやーなんかすげー誘い込まれてんだけど。あ、待って待って待って、いる敵が、普通の敵がいる。あって、いっぱいだ、やばいやばいやばい、すごいいっぱい出てきてる。ちょっと橋危険だけど、いやちょっと待って、これは本当に危険だわ。すごい数だな。いや、ちょっとなんか弓打たれて、ちょっと待って、やばい、あいつか。敵が普通に鬱陶しいな。痛い。上。弓は、ああ上か。分かった。分かった分かった。俺がやるわ。いいね。ちょっとここマジブレサの方が使いやすい。かよ。横ありがあるからな。もうアイテムとか全然取る暇がない。暇ないっすね。いやあとあいつがどこ行ったか。てか敵が本当に多くて硬くて辛いっていう。ほら攻撃力が足りてないな俺。完全に俺はまだいけますね。硬いは硬いですけど。3振りぐらいでは倒したいっすよね。はい、いや侵入されましたって出ました。あ、出ますよ普通に。そんなにさっき出てました。出てました出てました。ちょっと待って、疲れちゃったよ。やばいやばい、来た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 。いるいるいる。あ、赤血の指来てますよ。プレスはマジで使えそう。やばいやばい、死ぬ死ぬ。オリオス死んだ死んだ。犬に囲まれました。でもめっちゃ囲まれてるわ俺。グラビティ。うぜえこいつだ。いや死ぬ、これはまずい。やられた、礼儀正しい。ではテイク2いきましょう。あー、ちょっと武器やっぱね、俺グレソの方が使いやすいんで、グレソでいきます。はい、OK です。なんか本当はね、いろんな武器使っていきたいですけど、うん、ただやっぱりこれが使い慣れてるっていう。また侵入される恐れがあるんで、そうすると断然グレソの方が対応しやすいです。レアルカリア、それグレートソードプラスいくつですか。え、いくつだっけ。なんか5とか6とかっすね。ああ、ここ最初の門のところに2人いるんですよね。こいつら上にいましたよね。撃ってくるからもう一気に詰めよう。撃って、レアなんだけど殴ってるし、回復腰巻きで、ちょっと待って。あ、間違えた、違うの使っちゃった。まずこれを排除する。でこいつは柔らかいな、全然。
回収。括弧の奇跡。さっき左行ったけど別に道順分かんないですからね、うん、こことかなんかあんのか分かんないですね。なんもなさそうだけど、まあ、さっきの墓場、あ、ここアイテムがある、ちょっと持ってこう。ルーン墓場か、やっぱりさっきのとこね。そうっすね、こっち側ここ修復服あるけど、え、どこ、あ、ほんとだ、いいところにある。うん、でこっち出て墓場地帯ちょっと丁寧に丁寧にとか言っときながら思いっきり抱きつかれてましたよ。グレソル3発なんで。なるほど、硬いなそれは。なんかワンサカワンサカ出てきたよねさっき。地面からいっぱい湧いてます。あ、来てんね、めっちゃ来てんね、めっちゃ来てんね。いや、マジグレソル使いやすい、広い、武器がでかいから。両手持ちするか、橋行きますか。で、そんな上にいたのが結構うざだったっていうね。まずこいつらは一気に処理して、やばい、海もいるから、海もマジで、いやマジかきっつい。あー、いってこの弓兵がマジ、あ、どっかから上行けないのか。2発か、これが矢が刺さりまくってるし、うん、後ろに下がりやがった、あいつ下がったっすね。あ、行くか。はい、あら、ちょっといる、てな、ここ。いえ。あ、これなんか魔力吸収されてんな。抱きつかれると。まあ、FP 全然使わないから、俺はいいんだけど。内側が、あ、祝福ある。あ、祝福じゃないこれ。おーおー、あ、祝福か。フレオ。あ、チケルーンだった。俺ここで死んだんだ。そこ犬がいっぱい出てくるからやばいっすよ。ちょっとゆっくりで。いや、めっちゃピン使ってんな。後ろから来てるけど、あいつはしか、どうしよう。ここは何もなしか。え、なんかあー、これ乗れそう。そうっすね、うん。ちょっとでもちょっと先の広場も一応見るだけ見るけど、なんかヤバそうなのが、え、あー
何こいつ。パテーだ。でも鎧着てないから。おおおお。いやーマジか。今のチャンス。ドーン行ってる、ドーン行ってるよ。で、アイテム。重力弾っていうのを手に入れました。まあ、魔法使えなきゃってか。ジャンプいけねえし。え、乗れないんだけど。あ、乗れた。ここにアイテム。乗れて、三石さん。装飾。で、やっぱりこれあっち側に行かなきゃいけないのか。先はなさそうですよね。なさそうですね。じゃあに乗りますか。行けそうだけど。はい。え、でどこで降りるかだよね。分かんない。あ、こっち側か。左っすね。お、お。あ、落ちた。落ちた。死んだ。落ちた。踏み外した。死んだ。死亡しましたんだって。と祝福があるんで、これだけ触れちゃおう。ちょっと山さんに呼ばれて竜退治に行きたいと思います。よっしゃ。もう起きてますよね、多分さっき戦ったんで。ああ、そっか。あ、寝てる？寝てるっぽくないですか？寝てるね。ちゅちゅと俺しゃがんどこ。いや、俺も。近づいて。なんかわかんない。俺があんまり近づいて起こしちゃっても嫌だな。俺ちょっと行ってきますね。はい。頭に食らわしてやるか。どうせなら。あ、起きた起きた起きた。よーし。入った。うわ。強い。なんかこっちに来ないで。さっきの岩場に逃げ込むかな。岩場に逃げ込まない。ね、うわ、死ぬ、それ。逃げる。もう、全然ない。こっち来い。どこ岩場？あっちか。あっつ。ちょっと常に体力、全開に保っておかないと。やばい。こっち来い。勝つ。こっちの岩場の方に、なんとか。あー、つった、俺にターゲットつったんじゃない？こっちか。危ねちょっと、霊薬の棒。来いよ。ビーム。岩場に逃げ込む。腐敗が切れましたね。え、何が切れたんですか。腐敗が。マジっすか。やっぱちょっと一発だけだとどうにもなって、これマジ一回も攻撃してないし。腐敗が切れたんで、もう一発入れる必要がある。ブレス出るときにちょうど頭にね、来れれば。そうっすね。よし、ここは岩場でビームが防げる。これ、タゲ俺が取ってるときに近づいてくれればね。あ、向こう行った。もうちょっと正面向かれてるとやばい。今こっちに完全にタゲが映ってるんで、山さんどこにいるか分かんないけど、もう
いやいや、この正面ちょっと遠いんすよね。いけるか、いけるか、いけるか。飛ぶなよ。よし、溜めてる、ビーム溜めてる。あ、向こう行っちゃった。山さんの方見てる。一回、一回行きたい。入った。入ってない、入ってない、入ってない。多少やばい、飛んだ。足元、入った、入ったね、入ったね。ちょっと安全に行こう。俺もうあの回復ないんで。はい。あ、これチャンスだ、チャンスだとか言ってみながらさ近づいて。あぶね。これ、これも近づける。ダメージを稼ぐ。痛いけど、もうちょい、もうちょい、死ね。もう一発、死ねー。すげー、不敗強い、マジで。不敗しか勝たんわ、こりゃ。竜の心臓を手に入れました。ありがとうございます。ありがとうございます。元の世界に戻ります。はい。俺マジだ、多分 4,5 発しか入れてないっすよ。でもまあね、タゲを取ったっていうことで。そうっすね、あれはだけで全然違いますから。ドラゴン倒して、でまたなんか魔法とか手に入れられるケースか分かんないし、竜の心臓取ったんで、そうっすね、また選んで入れられますね、手に入れられる。了解です。じゃあちょっとそれで次回またチョレアルカリアの学院の中を進んでいきましょう。 OK、はい、です、はい、とりあえず今回の動画はこれで終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。